こんにちは、のり太郎です。本日は2022年の9月9日の朝なんですけど、非常に悲しいニュースが飛び込んでまいりましたので、速報でお伝えしたいと思います。昨晩ですね、2022年の9月8日に、エリザベス2世ですね、イギリスのエリザベス女王が死去されたというニュースが入ってまいりました。96歳ということで、在任期間が70周年ということで、今年の6月にはですね、プラチナジュビリーということで、在位70周年を祝う式典っていうのがですね、コロナの中にもかかわらず、非常に盛大にイギリスで行われまして、それを記念するコインもですね、私も速報とかいろいろお伝えさせてもらったんですけど、非常に素晴らしいコインが数々発行されまして、それが最後になるとはちょっと私も思ってはいなかったんですけど、素晴らしい70周年だったんじゃないかなと思います。で、エリザベス女王はですね、在任期間が70年ということなので、すべてモダンコインの枠に入ると思います。100年経ってませんので、になるんですけど、イギリスのロイヤルミント以外にもですね、カナダとかオーストラリアとか各国からですね、エリザベス女王の肖像が後ろに載っているコインっていうのが発行されてまして、非常に多くのモダンコインが、発行されています。で、特にですね、若い頃から、肖像がいろいろ変わってきて、今の肖像も非常に綺麗な肖像でして、モダンコイン私やってるので、エリザベス女王見ない日は一日もないぐらい、毎日見てるんですけど、本当に素晴らしいモダンコイン発行されてまして、コインはですね、紀元前からのコインが非常にいい状態で残っていますので、これから2000年、3000年経っても、色褪せない非常に素晴らしいコインがいっぱいあるんじゃないかと思いますので、今回のニュースは非常に残念だったんですけど、モダンコインをやるものとしてはですね、諸行無常だなと思いつつも、コインはこれから何千年もエリザベス女王をですね、残していけるのかなということで、そういう点では素晴らしいものじゃないかなと思います。今回はちょっとこういう秘宝のニュースになります。以上です。失礼します。You and me, meant to be.